市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。資産価値は10分の1に。市川猿之助さんが今も自宅で生活。市川猿之助さん、現在は事件現場となった自宅で生活しているというが、歌舞伎俳優市川猿之助さんの異様な日常が物議を醸しています。猿之助さんは都内病院に入院したとされましたが、すでに退院し自宅に戻ったという。変装して外出する猿之助さんの近影が収められています。退院は分かりますが、その後はてっきり関係者が用意したホテルで10月の初公判を待つものと思っていました。それがまさか事件を起こした自宅に戻っているとは。猿之助さんは精神的なショックから病院で療養していたはず。自宅リビングでくつろごうものなら事件がフラッシュバックする危険もある。猿之助さんは周囲が勧めたホテル滞在を拒否し、自らの意思で自宅に戻ったという。自宅にはこだわりの巨大な仏像があるとされ、毎日拝み倒しているのかもしれません。その自宅は目黒の一等地にある豪邸。それまでは億単位の値段がつきましたが、現代は某事故物件サイトにも掲載されるなど、完全に曰くつきになってしまいました。資産価値が半分、3分の1になったという報道を目にしましたが、そんなもんじゃありません。我々の業界では競売にかけても10分の1の金額からスタートだろうと不動産関係者に言われています。巨額の賠償金を背負う可能性が濃厚で、中止となった歌舞伎公演のほか、出演映画緊急取調室ザ・ファイナルは現在も公開のめどは立っていません。自宅に戻ったのも質素な生活を送ることで少しでも賠償金の足しにと考えたのかもしれません。それが自宅にこもりきりというわけではないようで、自転車に乗ってカフェに行く姿も目撃されているようです。注目の初公判では実刑か執行猶予判決かで意見が分かれています。仮に執行猶予判決が出た場合は歌舞伎界への復帰も取り出されます。猿之助さんは復帰を拒絶していますが、松竹が裏方としての出戻りに動くと言われています。重鎮のいない歌舞伎界で猿之助さんの存在は大きい。表舞台は無理にしても後進の育成に携わってほしいものです。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。